マフラーに合わせてバンパーカットされてますよね、きっと。そうですね。ファイナルギアの比率っていうか、それをちょっと変えてます。え、カメラってこれ何台ついてるんですか？あ、替え刃ですね。そうですね、ジムニー用のサイズ。あ、ジムニーなんですか？なんですよ。ちょっとだけ中見せてもらってもいいですか？あ、どうぞ。はい、じゃあ運転席いいですか？どうぞ。はい、じゃあ失礼します。よいしょ。じゃあ失礼します。よいしょ。あ、もう運転席はレカロで。そうですね。これは入れて正解だった。レコちゃんも、はいはいはい、ブリットだけ、ブリットですね、入れて、はい、けど、はい、多分、まあ、同じぐらいというか、はい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 。あー、なるほど。以前ね、乗せて運転させてもらった時に、やっぱりレカロだとこうゆったり座れるっていうのがすごい魅力でしたね。うん、まあ、強いて言うと、はい、リオで見てここがちょっと、あー、なるほど、サポートの部分がちょっと山になっちゃってるんで、うん、まあ、車高上がってる分、うん、どうしてもちょっとこう、よいしょよいしょよいしょ、あー、なるほどなるほど、それがね、あー、なるほど。車高下がってれば全然苦にはならないと思うんですけどね。あ、なるほど。こんな感じだと思います。いえ。ちなみにペダルとかもつけられてて、あ、これ動画で見ました。ちょうどいい位置のスマートフォンホルダーですよね。なんだけど、はい、実際使ってみたら、はい、やっぱここじゃねえなって感じした。あ、本当ですか？あ、じゃあまた骨骨さんの動画で、ね、チャンネルで、うん、買う予定は、はい、まあ、ちょっと先行って、あ、かもしれない。じゃあちょっとバージョンアップに期待してますね。はい、すごいな。シフトノブとかも全部交換されてて、でケートのデッキ入ってて、でタブレットを固定されてるんですね。これで、あとはレーダーコムテックですかね。はい、でこれ ETC ですよね。ちなみにホネホネさん、はい、まあ、お仕事で、配送やられてると思うんですけど、ね、タブレットとナビで何かこう違いとかってあるんですか？ね、はい、なんだろう、ナビとして売られてるもの、はいはい、に勝てないなっていうところもあるし、はい、Google だったらいいなっていうところも、はい、僕は Google マップ使ってるんで、 Google マップ使って、はい、うん、だったらいいなっていうところもあって、はい、まあ、どっちもどっち、まあ、それ選ぶのは、はい、その人の自由なんだけど、はい、僕はなんでこの Google にしたかっていうと、はい、更新とか、あ、まあ、今だったら、はい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 、ね、あのネットでこうできちゃったりするのかもしれないですけど、はい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 、あのメモリ落として、あ、はいはいはい、うん、で、まあ、パソコンとかでこう落としてなんか、はいはいはい、アップデートみたいな感じで、まあ、それも有料だったりするじゃないですか。まあ、そうですね、有料が多かったですよね、うん、はい、あの地図情報の更新ってことですよね。そうですね、はい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 、説明がすごい、はい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 、なるほど。まあ、Google だったら、はい、まあ、都度、はい、まあ、その更新は遅れてる場合もあるんだけど、はい、もう道できてんじゃんみたいなのも結構あるんだけど、はいはい、まあ、結構いいかなっていう。あ、なるほど。じゃあ峠とかってどうなんですか？例えば電波入んないよとかっていうところ、あ、結構ありますか？うん、へえ。で、まだ 5G 使ってないから、はい、こっちのデータ、こっちからデザリングで飛ばしてんだけど、はいはいはい、タブレット自体には、通信機能ついてないから、はいはいはい、こっちで飛ばしてやってるから、はい、その飛ばしてる分のなんか電波障害的なタイムラグみたいな、そういうのもあるんだろうけど、はい、たまに向こうが、この間も釣り合ってる手前の時に、はいはい、あ、なんかタブレット動かねえっていう時があって、こっちは動くのに、はい、っていう感じの時も稀にあるんですよ。なるほど。だから、はい、そういうのを考えたら、普通にナビとして売られてるユニットを入れた方が間違いないのかなっていう、はい。あー、なるほど。じゃあ一応スマホの、うん、電波に依存するっていう感じですよね。そうですね。で、あとはまあ、たまたま電波入んないところはもう経験と勘で乗り切ってるって感じで、あ、さすがです。ある程度、はい、やっぱ地図は残ってるから、はいはい、そのなん渋滞情報とかが入ってこないだけであって、はいはい、地図はまあ普通にこう動いてくれてるから、あ、オフラインでも動ける、そう動ける。あ、なるほど、考えられてますね。うん、それだけはね、まあ、はい、まあギリなんとかなってるかなっていう感じがする。なるほどですね。はい、そしたらじゃあ次はこのモニター。はい、奥にモニターが並んでますよね。これ多分先ほどのフロントカメラとサイドにあったカメラですかね。ちょっとつけてみます。音が小さいけど。
あー、しっかり映ってますね。見えます見えますね、はい、一応ね、下のやつが、はいはい、配線がいろいろ入ってますので、下のやつが、あ、じゃあ回っちゃいますね。そうですね。はい、下のやつが、はい、直線、ま、直差、こっちですね、直線直差、はいはい、まあどれがちょっとあの角立ってくれる、あ、ルカさんごめんなさい、ありがとうございます。あ、そうです、あ、見えてます見えてます。もうちょい、もうちょい下、顔が見えない。もっと下。あ、見えてる。そんな感じ。 OKOK、 映ってます、バッチリ映ってます、っていう感じで、はい、一応子供さんとかが例えばそこにいたとしたら、まあ見えるかなっていう、まあ、小さな お子さんとか、物があったりとかね。これナンバーですもんね。その奥が右側がナンバーかな。ナンバーですよね。ナンバーの位置まで。スキットプレートで穴開いてるやつ。ああ、はい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 。なるほど。で、これフォグですよね。そうですね、フォグ。フォグですよね。そこまでしっかり見えてるってことはもう大丈夫ですね。うん。で、これが横が、横の角度。はい。で、こんな感じで、はいはい。横を見える感じかな。ああ、なるほど。ちょうどタイヤの前ぐらい。左フロントタイヤの側方、前方ぐらいの。そうですね。あ、なるほど。だから両方で直前直差を賄ってる。あ、ここでしっかり。なるほど。感じにしました。ここにもあれですよね、ミラーがついてますね。そうそう、左サイドミラー。そうですよ、はいはいはい。補助的な感じ。補助で。これドラレコですよね。これドラレコ、360度。あ、360度の。はい。しっかり映ってますか、これ。これがね、はい、これ古いやつなんですよ。コムテックの、そうです、はいはいはい、でコムテックのさんの、はい、この次に出たやつっていうのが、はい、バックカメラもついてるんですよ。ほう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 。それを買った方がいいです、もし買うんだったら。あの後ろがほぼほぼ映るんです、はい、あー、なるほど。言っちゃっていいのか分かんないけど、はい、僕みたいにあの、はい、フィルムとか貼ってる車は、はい、ちょっと見えにくい、映りにくいっていうか。ちょっと後ろ見てみますね、はい、あ、まあでも確かにそうですね、クリアではないんで、うん、はなっちゃうのかな。そうなんですよ。だから、はい、後ろのカメラは別個でつけた方が、はい、そういう、まあ、煽りだ、こう追突だっていうやつ、はいはいはい、確実に映すんだったら、はい、バックカメラについてるやつの方がいいと思います、はい、なるほど、はい、フロント足元見てみると、はい、こういったところからも電源取られたり、はい、いろいろやっぱりいじってらっしゃいますね。これは何ですか。あ、これは、はい、インバーターですかね。インバーターですね。ああ、なるほど。まあ、ちょっとした充電とか。はいはいはい。カメラの充電とかね、そういうのは。ああ、そうですよね。骨骨さん、車窓動画って言って、よく、旅先、動画映してらっしゃるんで、こういう充電できる、機材あれば便利ですよね。はい、なるほど。これなんか刺さってますね。これ USB ね。あ、USB ですか。はい、ああ、なるほど。フロントはこれぐらいですか。何か、お好きなところとかってあります。言い出したら切れないんだよね。切れないですよね。相当いじってらっしゃいますからね。時間ないっていうかね、時間どんだけ、はい、もう大丈夫、時間大丈夫ですよ、はい、エンジンルームオープンということも、あ、なるほど、キノコが生えてますね。一応これがミッサーの、はいはい、でこれが、はい、貼ってますよね、何か、これはね、はい、この静岡計画だったかな。はいはいはい、ないけど、熱を、はい、こう伝えないっていうのかな。断熱材みたいな。断熱、そうですね。はいはいはい、スタート防音。あ、防音と。この前静かになった。あ、そうそうそう。あ、はい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 。だいぶエンジン音伝わりにくくなってますね。うん、これは結構されました。あ、違います。エンジン音に関しては。へえ。でも感じます。あ、感じました。これはいいんですね、結構。で、これも、はい、ここだけじゃなくもちろんダメで、はい、全部こっちも貼るんですよ。あ、こっちも貼ってあるって感じなんですか。はいはい。で、あと、はい、このパネル外して、はいはい、この下のもう一個パネルがあるんですけど、はい、それにも貼ってやってる感じです。うわー、すごい。下から見えるかもしれない。すごい手間がかかってますね。見えます？いや、ね、この下から見える。あ、こういうことですか。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。見えるかな。あ、もっとね、すごい体勢で撮影してもらってますね。こんな感じで今回撮影してもらってます。本当はもっといろいろデッドニングだとか、あとはまあ静音計画いろいろやられてるんですけど、結構見えない部分になってしまってるんで、ですね、じゃあちょっとセカンドシート後ろ行ってみます。はい、ありがとうございます。
後ろは何かやられてるんですか？はい、おお、まあ、これもただ乗せるだけっていうやつ、はい、敷くだけだったかな。これも静音計画でですね。ああ、なるほど。これは簡単だった、ただ敷くだけだから。はい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 。これでも本当はっていうか、まあ、このカーペットの下にやればもっとねいいのかなっていう、まあその辺はちょっと微妙なところですけど、はいはいはい、この辺りのステップの下とかもやられてましたよね。確かに、そうですよね。この配線って何ですか？リアスピーカーの配線。あ、リアスピーカーの配線。まだね、はい、この途中のやつやってる途中で、ね、これ動画大丈夫ですか？あ、全然 OK。あ、大丈夫ですか？はい、よかった、はい、なるほど。これから、まあ、まだこの続きをやるっていうところなんだけど、はい、はい。あ、ちょうどヘッドレストの位置もなんか良さそうですね。これないとね、はい、結構上向いちゃうんですよ。ああ、はいはい。だからこういうのがあると結構楽かもしれないですね。おー、ちょっと体勢見てみますね。あ、確かになんかこう無理がないような姿勢になってますね。ええ、ほら、まあ、今これシートは一番下あの下げてるけど、はい、僕166センチなんですけど、はい、それでも結構きつい感じしますよね。あ、まあ、足元だけですかね。足元だけ、はい、足元だけ。はい、子供さんとかだったら全然大丈夫だと思うんですけど、で、こうなるとした時に、はい、これ椅子もちょっとこっちを上げて、はい、やってるんですよ。太ももの部分ですね。このここの部分、はい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 、このアーム、はい、のところに、はい、あのゴムをかましてるんですよ、はいはい、これ。あ、こちらですか。硬質ゴムっていうか、あの全然硬くないタイプのやつを、はいはい、まあまあ5ミリですね。で、はいはい、この止めれるボルトがあるんですけど、はいはいはい、そのボルトも長いやつに変えてやると、はいはい、まあ、抜けない、絶対抜けない。あ、ちょっとしたスペーサー代わりになってるって感じなんですか ね。あー、なるほど。で、振動があるんで、まあラバクッション的な、まあそれも兼ねて、すごい、まあ、木で入れるよりはっていう、はいはいはい、ね、ただ、あ、すいません、ありがとうございます。はい、こう戻したときに、はい、ここ上げた分、はい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 、やっぱ上がっちゃうんですよ。あ、上にずれ込んじゃうって感じで、なるほど。普通に、はい、ただ単にこのあのジョイントジョイントターボの椅子っていうのは普通にもう上がってるんですよ。ほう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 。あの PC とかその、はい、あのレゴちゃんとか乗ってるやつは、はい、まあ、平らになると思うんですけど。平らになってますね。だけど、はい、ただでさえ、はい、でこぼこがあるのに、はい、さらに上に上がってるから、あ、なるほどですね。ここの段差が、ここの段差が結構出ちゃうんですね。そうなんですよ。でも堀本さんはこれで車中泊とかされてましたよね、以前。そうですね、うん、その時はどうでした？もう寝転がってみて、うん、その段差って結構気になりました？結局、はい、今まではこっち側を頭にしてたんですよ、はいはい、この段差があるけど、はい、なんかこっちは頭のがこう落ち着くかなって、こう壁があってみたいな感じで。ああ、なるほど。だけどこれを、はい、むしろ向こうお尻の方を逆、はい、あの頭にしてやると、はい、結局ここ足がこう来るじゃないですか。はい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 。足上がり効果で結構ね、あ疲れが取れる。あ、意外と意外と、あ、長時間運転してたりすると、うん、なんか足上げて寝転がると楽ですよね、うん、そうそうそう。あ、じゃあ意外とこの段差悪くないっていう感じなんですかね。なんか、うん、はい、本当はフラットのがいいんだろうけど、はいはいはい、行く末はね、なんかこう、はい、こう上げてみたいな、あ、まあ考えてるので、まあ今のところいいかなっていう、あ、なるほど、感じはしてます。お仕事で荷物積む時とかっていうのは大丈夫なんですか？どういう意味で？あの例えばその段差が理由でちょっと詰めなかったりとか、うん、ああ、まあそんなの、はい、5ミリだから、ああ、じゃあそこまでは、そこまでは、変わらないと思いますけど。なるほど、うん、ありがとうございます。そしたら、はい、じゃあちょっと最後ラゲッジルーム見させてもらって、はい、はい、じゃあすいません、荷室の方を回っていきますと、はい、ものすごい量の荷物が積んでありますね。もっといつもすごいですか？でもぼかし、ぼかし、ぼかしは入れないです。編集が、はい、ほとんどあれですか、あの釣り具だったり、今はもうところで人乗せて、はいはい、釣り具乗けてみたいな感じになってますよね、はい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 、なるほど、はい、これ横は DIY で作られた、あ、そうですね、それはホームセンターで売ってる、はい、もうこれだけのやつで、はいはいはい、椅子がね、M6 だったかな、M6 ですね、はいはいはい、だったよね、はい、
こうつけただけ。おお、これあれですか、荷物固定用とかそういった感じの、ね、このなんか高いやつとか、はい、はいはい、った場合にこう、へえ、これ左 と、右に2個ずつついてるんですね。はい、そうですね。あ、これ見ましたよ、動画で。スピーカー見ました。以前もスピーカーつけられてたんですけど、違うやつにバージョンアップされてましたよね、確か。そうですね、はい、一応前についてたのが、まあ、中間のやつか、はいはい、やつで、はい、まあ、これもそうだと思うんだけど、はい、ケンウッドに変えたんですよ、はいはいはい、で、その前についてたやつが、はい、ツイターがね、なんかこう、はい、2つなんかこうついてる、はい、高音を出す設計っていうのかな、はい、ちょっと、ね、よくわからないんだけど、はい、出すタイプだったんですよ。ほうほうほう。それをこっちのケンウッドに変えたら、はい、あのキンキンしない音が結構マイルドな音になった。まろやかな感じの。そうですね、後ろに座ってる人が、はい、なんで後ろキンキンするんだよねっていう話をしてて、まあ、それもちょっとなと思って、はい、一応全部前も変えて後ろも変えてみたいな、ケンウッドで全部揃えて。ビビリオンとかは特にない目立たないですか？ないです。あの今まであったんだけど、はいはい、このちょっと見えるかな？はいはい、これね、なんとかボード名前が出てる。はい、ね、はい、この大きさにカットして、はい、で穴開けて、はい、スピーカー入れてみたいな。なるほど。あ、確かにこう柔らかい素材なんで、振動が確かに伝わりにくそうですね。そうですね。これ、はい、あのプラプラしたやつ1枚だけだと、はい、こうあのそうですね、振動であのスピーカー自体がバーってこうブルブル震えちゃうんで、はいはいはい、それをこう固定させる、完全に固定させるためにやってます、はい、へえ。これカバー純正で、はい、で穴開けて、はい、でスピーカーつけてって感じなんですか？そうですね。エブリの後ろって結構奥行き大丈夫でした？4センチぐらいしかないんですよ。あ、そんなに。へえ。だから、はい、まあ、このカバーのついてるタイプ、ケンウッドさんこれしかなくて、はい、まあそれでまあ良かったんだけど、10センチのスピーカーのやつで、はい、後ろがだいたい40何ミリ、1、2ミリとかそれぐらいだったと思うんですよ。はいはいはい。なんて当たっちゃうんですよね。あ、後ろが、そうですよね、干渉しちゃいますよね。それもあって、はい、これがね、ちょっとオフセットしてくれてる感じで。出してくれてる、そうです。わあ、すごい考えられてますね。いろいろ結構、はい、やりくりなるほど。一番気になります、これこれこれ。ああ、なるほど。骨骨さんステッカー今販売されてるんですか？ただ自分で作っただけです。ああ、なるほど。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、ということでね、今回骨骨さんと、ルカさんに、ゲストで登場していただきました。骨骨さん、ルカさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。で、この後、ご一緒にね、釣りをさせていただくということで、ね、釣り担当に任せて、はい、待ちに待ってました。あの、はい、普段あのベコちゃんの、はい、チャンネル見てる方はあの釣りとかあんまりあのされてない方もいらっしゃる。あ、まあそうですね、まあ、はい、きっかけにっていうか、はい、こういう釣り方もできるんだよっていうところも見てもらえる。あ、はい、ペコちゃんの方も撮ってもらえる、あの撮影で。あ、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、一応ホネホネさんのチャンネルでも、僕出演してますので、よろしければね、あのホネホネさんのチャンネル、ご登録いただいて、ぜひね動画の方をチェックしてください。はい、ということでね、今回はこの辺で動画終わりたいと思います。はい、じゃあそれじゃあ皆さん、さよなら、バイバイ。ありがとうございます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 。はい。